モノはイギリスのブリックスオートモティブカンパニー社が開発し、生産、販売している一人乗りのライトウェイトスポーツである。ポルシェやメルセデスで車の設計に携わったヤンブリックスとベントレイやフォードでエンジニアリングマネージャーとして働いたニールブリックスの兄弟は究極の運動性を持ち運転を楽しむだけに存在する夢の車を作る構想を抱いていた。 そしてその車を量産するため2009年に両社によってブリークスオートモティブカンパニー社は誕生した。イアンブリックスはデザインディレクターとしてシステム及び車両全体の設計や車両のデザインを担当し、ニールブリックスはコンポーネント、システム及び車両設計、開発及びエンジニアリングディレクターを担当している。ルマン十四時間耐久レースの出場経験のある レーシングドライバーのオリバー・ウェッブは、モノのテスト開発ドライバーとして参加し、レーシングシミュレーターのプロジェクトカーズにフィードバックを提供している。長軽量な車体のミッドシップにハイパーエンジンを積み、6点レーシングハーネスによって固定される乗車定員は、ドライバー1人のみであり、ウィンドスクリーンさえ持たず、取り外し可能なステアリングには、各種ボタンと液晶メーターが付く。 まさに行動を走れるフォーミュラカーそのものと言って良い車である。そしてポジションのみならず、シートやハンドル形状までオーナーに合わせてカスタマイズが可能である。走りに特化しているので快適装備は何もないが、フロントノーズのハッチの中に小さな小物入れを持っている。日本での販売は AC マインズでのみ行い、その価格は約2000万円で、 フルオプションで3000万円近くなるという。チューブラフレームにカーボン製のボディを被せ、ジオメトリを自由に調整可能なプッシュロット、サスペンションを持ち、ブレーキは AP レーシングのフォーミュラ用である。540kg の超軽量な車体に搭載される自然吸気エンジンは、コスワースチューンのフォードデュラテック 280PS の直列4気筒トランスミッションは、 ヒューランド製 F-3 使用6足、シーケンシャルギアボックスである。ちなみにアンダーパネルの材質は木である。大変軽量なので1トンあたりの馬力は483馬力にもなる。そのパーウェイトレシオは1001馬力のブガッティベイロンに迫るほどであり、ほとんどのスーパーカーを大きく上回る。0から 100km、H 加速2.9秒。 最高速度時速 274km を誇り、フォーミューラーカーのような強力なコーナーリング性能も、相まってトップギア、テストトラックでのタイムアタックでは、ミいるスーパーカーを抑えて2位に入った。ありがとうございます。